おはようございます。5月27日9時37分モーニングショットをお届けしたいと思います。まず本日の方針でございますが、ドル円はまず売りから入りたいと思います。昨日はイメージ通り最初上やってくれたんですが、107円の92で止まってしまい、それ以降午後3時以降は90もつかないような状況で、海外で7の40まで下がってしまい、戻りも70タッチがニューヨークではできませんで、高値が7の69でした。引けが7円の57で、まあパッと見で朝方まあ6時台7時台ぐらいで見てると、まあちょっと107円の60から上を持たそうだなというイメージは持っていたんですが、これは50が割れて9時オープン直後ですね、先ほどスルスルと下落して37売りぐらいまで下がってしまいました。まあ、突っ込んで売るつもりはございませんが、こちらの方はちょっと売りを下げて、イメージ的に60台なかなかちょっと売りにくいかなというふうに思いまして、一旦はドル円に関しましては、まあ、107円の5565ぐらい待ちたいなというふうに思っています。もともとイメージ的には6575ぐらいで売りたかったんですけど、まあ、少し手前へ売りを、ある程度下げてくるようなイメージです。利食いは7の2010で、ストップロスは7の90で考えたいと思います。ユーロドル 1.0990、1.10 ちょうどで売りから、1.1010 ということで非常にタイトに、近い場に、ストップロスを置いて、1.094030で、買い戻し、ユーロ円引きつけて118円台、1525で売りを、118の55にストップロスを置きながら、こちらの方は117円台、5545で買い戻しをしたいというふうに思います。ポンド円、実は買いに見えるんですけど、131円の8575ぐらいがあれば買いから入りたい。ただあまりちょっと自信もないんで、差し値しないで様子を見ながらにしたいと思います。ストップ131円の55で、利食いを132円の8595でイメージをしました。OGA は70円の7565で買い目、70円45にストップロスを置いて、71円台7080で利食いイメージを。ニュージー円は66円の丸5、65円の95で買い目、65円の70にストップロスを置いて、66円台8595で利食いのイメージを作りました。まあ、ドル円次第の部分もありますけれども、突っ込んできたらユーロ円は方向感売りなんですけど、それ以外のクロスは押し目を買ってみたいようなイメージで見ております。ちょっとクロスによって様々なんですけど、まあ、イメージ的にドル円がまだ7円台を、外れないというレンジの中で、上値90台やって失敗と、今日は7円台前半どこまで押せるかというのを確認しに行くという動きの中で、まずユーロ円はできれば戻り売りから、それでドル円が下がりきらないという形で、揉み合いを始め、戻りかけてくるようであればクロス円は、多少買ってみても買いで回せるのではないかと、そんなようなイメージで、見ております。それでは、本日もよろしくどうぞお願い申し上げます。モーニングショットこれで終了です。